ということで、ここからの時間は、毎週サイコロを振って見に行く映画を決め、いい映画も、悪い映画も、ただひたすらに評論していく、諸行無常型、私、ただいま合唱しております、無差別映画評論コーナー、ザ・シネマハスラーの時間です。心安らかにね、行きたいですね。先週のサイコロで当たった映画はこちら。手塚治虫のブッダ、赤い砂漠よ美しく。手塚治虫の代表作の一つで、仏教の開祖シッダールタの生涯を描いたブッダの劇場用アニメーション三部作の第一部となる本作では、シッダールタの誕生から悟りを開いて、ブッダとなる前までの姿を描く。恋の出演は吉岡秀隆、坂井雅人、吉永小百合ら、豪華俳優陣。監督は東映アニメーションの副社長で長らくプロデューサーとして活躍してきた森下幸三さんということになっております。はい、ということでリスナーの方ね、この作品を見たという方からも、感想メールいただいております。ありがとうございます。なんですけどね、メッセージの量がね、これ少なめなんですね。なんでですかこれ、手塚先生のこれ代表作の映画か。そしてしかもメッセージの傾向不評、手塚治虫感のないキャラクターデザインや、原作の改編により構成がガッタガタになったこと、微妙に古臭い作画やセンスなどがっかりポイントは数多い。中でも主人公シッダールタの父親スッドーダナ王の声を演じた能楽師の、神崎清和さんの演技については、まあ、声の演技ですね、キョトンとなった人多し、そして褒めている人は一人もいなかったですというね、結果になってしまいましたね。辛辣だなみんな本当にね。ちょっと代表的なとこを紹介しましょう。風船パン屋さん29歳男性、知識が薄いまま行ったため多少の覚悟はしていったものの、声優の大コンプリ、全く新しい概念が何の説明もなく割とひっきりなしに出てくる稲田アニメーション技術の割に現代風キャラ等、バランスが悪く予想以上のつまらなさで、かなりの苦痛をこむりましたが、終盤それを見透かしたかのごとくナレーションで、人生の苦痛とは思い通りにならないことを思い通りにしようとすることだ、かっこうろ覚えという説明に、なるほどこの苦痛もそういうことかってなるかいと一人で乗りツッコミしてしまいましたというね、ご意見。もう一個いこうかな。ビューティフルダディさん男性、どんな事情があるにせよ弁解の余地のないダサ作どこが手塚治虫やねん、とかね、脚本演出が下手すぎ、とかですね、みたいな感じですね。いろいろこう文句書いていただいております。あとですね、まあ、毎回送っていただいてるんですけど、スタイリングエレファントさんね、真っ黒なメールでおなじみのね、まあ、でも非常に見事な、映画知識でおなじみ、映画アニメ特撮知識でおなじみ、スタイリングエレファントさんの、まあ、東映、動画、東映アニメーションの歴史も踏まえた上での、まあ、これもかなり辛辣な表なんですけど、こちらも非常に勉強になりましたし、皆さんの表、すべて目通させていただいてます。ありがとうございました。はい、といったあたりで、ブッダね、赤い砂漠よ美しく、私バルト9でね2回見てまいりました。今日ですね、ちなみにちょっと今週忙しかったもんで2回目っていうのを今日行ってきたんですよ。今日の昼ぐらいの会にしたらほぼ満席だったんですよ。前1回目見たけどそんなでもなかったんですけどね、今回完全満席で、ちょっとねゲスの勘繰りをしてしまいがちですけどね、これね、宗教映画というかそういう面も、宗教団体の公演がいくつかついてる映画なだけにちょっといろいろ想像はしてしまいますが、まあおそらくゲスの勘繰りなんでしょうっていうね。でも本当に普通にそういう感じ、動員って感じもなく、普通に子供たちの何人か連れみたいなのが行ってきてたりもしてたんでね、うん、みたいな感じでした。念のため、まあ、その、手塚治虫のブッダということについて、まあ、ちょっと一通り、まあ、さっきも言いましたけど、ね、言ってましたけど、手塚治虫さんの、まあ、手塚治虫さんの説明いりますか？大丈夫ですか？はい。代表作の一つ。で、まあ、キャリアの割と低迷期にスタートした作品っていうね、言われ方されてますね。70年代初頭。まあ、要は劇画とか、要するにそういう新しいその漫画の動きの中で、まあ、ちょっとその、試行錯誤をして、ちょっとキャリアが低迷している時期だったに始まって、で、そこから、まあ、10年以上かかって完結。しかも連載誌がね、ちょっと変わったりとかして、そういう中で10年以上かかって完結したっていう。で、ストーリーがこうずっと繋がってる長編としては、多分その手塚さんの作品の中でも最長の部類に入るんだと思うんですよね、多分ね。というのと、あとまあそのやっぱその宗教が題材という重さっていうのもあるのか、まあ代表作って必ず名前出てくる割に、これまで映像化はされていないという、作品です。でまあ今回その3部作の第1部というね、形。これちなみにさ、俺思うんだけど、3部作として作って第1部で公開してて、途中の話終わってんのに、第一部とかさ、銘打たずにさ、やるのってさ、なんか、ありになってっけどさ、どうよそれね。
って思ったり しなくもないですけどね、まあ、あの作ってもいいし作らなくてもいいぐらいの感じなのかな、わかんないけど、はい。で、まあ、プラスですね、そのさっき今宗教題材って言いましたが、とはいえ、まあ、お釈迦様の話なわけですよね。シッダールタの伝記漫画ですよね、早い話が。なんだけど、まあ、その仏教のそのいろんな経典とかいろんな言い伝えのエピソードなんかも、もう、不自然でない程度、漫画の中で不自然でない程度に織り混ぜつつ、でも基本創作っていうことですね。はい。あの、要はそのね、それこそ経典からのエピソードだって、これだって、その、いわゆる史実とも違うわけですから、まあ、手塚さんの、手塚さんの考えたシッダールタ、人間シッダールタですよね。すごく本当に人間的に悩む。で、まあ、それと、同時に、まあ、サブキャラクター、これもサブキャラクター大半は、架空だったりとか、まあ、独自の性格付けがされているようなサブキャラクターのエピソードがそれぞれ入れ替わり立ち替わりして、物語に起伏をつけているっていうような作りの話です。なので、まあ、仏教思想のね、その、これがこうだとか、そういうことを云々してもちょっと始まんないとこはあるとは思うんですけども、まあ、そういう、まあ、基本的には手塚さんのフィクション作品ですと。で、今回のその監督の森下幸三さんという方、僕ちょうど、この方のですね、この間出た、著書をですね、ちょうど読んだばっかりですごいそれタイムリーだったんですけど、まあ、その東映動画、まあ、今の東映アニメーションの、まあ、70年代、からやってられる、まあ、演出家であり、プロデューサーであり、現副社長っていうね。で、まあ、どんなのを手掛けてるかっていうと、まあ、セイントセイヤとか、まあ、プロデューサーとしてドラゴンボール Z とか、もうちょっと前のになると、鋼鉄ジーグとか、ガキーンとかね。うん、ああ、もう完全にそういうあれです。まあ、とはいえ、その、いわゆる、例えばその、宮崎駿さんでもね、それこそ東映動画出身、細田守さん、東映ね、アニメーションね、仕事して出身ですけど、そういう、作家的に評価されているタイプの人ではないということは一応言っておきましょうって感じですかね。はい。あ、ちなみに、悪名高き実写版デビルマンのプロデューサーとかそういうことでもありますね。はい。で、まあ、その、この方の著書、東映アニメーション演出家40年奮闘史っていうのをちょうど読んだばっかりで、はい。で、まあ、これによると、これのブッダの次は、なんとジョージ秋山のアシュラを作ろうとしているなんていうね。生まれてこない方が良かったギャーですよね。まあ、でもある意味、まあ同じちょっと路線というかね、はい、の映画化っていうのをちょっと控えてるみたいなことをおっしゃってて、まあとにかく、20数年ぶりに監督業に復帰みたいなことですね。はい。で、まあ、その、割とこう贅沢に、まあ副社長ですからね、しかも岡田社長、現岡田社長、祐介社長の一声で、もう入ってますから、もう結構公開日を決めずに時間をかけて、昔ながらの東映アニメーション流手書きアニメをという心意気で、なんつってね、社長力、副社長力半端なしっていう感じで、作ってる。で、その結果と言うべきかですね、一応この段階では、良くも悪くもという言い方をしておきますが、本当に二昔前の東映アニメっていう感じが濃厚にする作品になってます。もっとはっきり言うと、決して見栄えのいい作品ではございません。バランスもあからさまに悪いです。はい。原作のアニメ化という意味でも非常にバランスが悪いです。はい。ね、まあ、正直、日本のアニメってこの間も結構いろいろ進化してるんですけどっていう、あるんですよ。まあでもね、まあ良くも悪くもって一応この段階にしておきましょうよ。ただその、まずさ、どう？このタイトルどう？手塚治虫のそのさ、原作って、ブッダって、このタイトルのシンプルさ勝ちってとこもあると思うんだよね。これがなんかぐちゃぐちゃ変なタイトルついてたら、手塚さんが、なんか、ブッダですねってこうつけたわけじゃないですか。これ勝ちでしょ。ここにさ、手塚治虫のブッダ、赤い砂漠よ美しく。まあその手塚治虫のって銘打ってる割には、うん、まあ皆さん指摘されてる通り、結構アレンジ多めの作りだし、僕も詳しくは講述しますけど、あと、その赤い砂漠うんぬん、いくら映画見ても関係ないしね。でさ、こういうさ、長めのさ、イメージ的なちょっとサブタイトルつけるセンスって、今時どうよとしか言いようがないでしょ、はっきり言って。うん。確かにその投影的ではあるかもしんないけど、いくらなんでも時代錯誤的ずれすぎですよね。何それ赤い砂漠よ、美しくって。ね、はい。というところで、すでにもう若干萎えるなっていう空気が普通はするもんだろうって感じがする。でですね、まあ、映画始まりますよ。オープニングシーン。これね、特に原作の漫画を読んでない人はね、マジでぶっ飛ばされると思いますよ。ってことになると思うんですよ。特に読んでない人は。どうぶっ飛ばされるかっていうとね、このシネマハスラーで取り扱いました。ヤマト復活編的な意味でぶっ飛ばされます。
っていう。どういうことか。まず今日2500年前ヒマラヤってこうクレジットが出るわけですよ。で、まあこう老人のこう行者ね、みたいな人がこう吹雪の中こう歩っててバターンって倒れて、でそこにクマとキツネとウサギちゃんがこうやってきて、でクマとキツネはそれぞれ、まあ、その倒れた行者を救うためにお魚と木の実を取ってきてあげる。ところがウサギちゃんは何もなくて取ってこれない。どうしようってとこで、ウサギちゃんはあるちょっと想像を絶するある行動を取るというエピソードがあるんですね。これ原作にもあるエピソードですよ。これ物語全体のある意味テーマというか、仏教的なね、そのメッセージを暗示する謎かけ的なエピソードです。で、まあ一種の偶話ですよね。うん。なので、まあ頭に来てるわけですけど、原作だとここの場面、明らかにデフォルメしたタッチ。例えば動物たちはセリフはないものの、まあ目とかクリッとこうね、いわゆるこう非常に擬人化されて、言ってみればディズニー的な擬人化で描かれてるんですよ、原作だと。ところがですね、今回の映画版だとですね、まあ、このエピソードから始めるっていうのはいいと思いますよ。すごく大事なところだと思いますから。ただ、絵のタッチがですね、例えばその動物たち、ね、さっき言った、クマちゃん、キツネちゃん、ウサギちゃんがですね、思いっきりリアルに描かれてるんですね。はい。ウサギちゃんとかもう鼻ピクピクみたいな、もう完全にウサギとして描かれているんだけど、そういう奴らが人の言うことに、こっくりとかこう頷いたりするんですよ。しかも鳴き声とか、うなずいたりして、気持ち悪いんですよね。半端ない気持ち悪いんですよ。うーんつって。で、リアルに描かれてるからさ、最初クマがこう寄ってくとこと、あ、食べられちゃうとか思ってると、うーんつってこう、なんか、魚とか持ってきちゃって、なんかちょっとリアリティラインがよくわかんないぞとか思って、うーんって見てて、で、ウサギちゃんが鼻ひくひくさせて、持ってくるものがないつって。で、そうするとこう、金持ってきてね、火を起こせというのか、こっくりウサギがまたこっくり、でもウサギちゃんなんですよ、完全にウサギなんですよ。でそのウサギちゃんね、こう目に炎がメラメラメラーって、もう怖いんですけど、鼻ひくひくさせながらウサギバーって、で、まあ、そのさっき言ったウサギが驚きのある行動を取るわけですよ。で、まあ、その見てたね、老行者がね、おお、これはまあいいとしましょう。クマとキツネもわあ、わあ、驚くんですよ。ガーみたいなこと言って、変だから、ものすごい変だから、ヤマト復活戦の動物描写の、猛烈なアンバランスさ、気持ち悪さ、まあ、とんでも感ですね、と全く同種の気持ち悪さがね、このオープニングシーンも炸裂してるわけですね。で、まあ、一応、他とは違うトーンということで、白黒調ですね、にはして、他の場面と一応その差異を強調してるんだけど、例えばここはね、その偶話なわけだから、要するにありそうもない話を偶話的に語るところなんだから、例えば、ヘルボーイゴールデンアーミー、ね、このシネマスターでも使いましたけど、あそこ冒頭だけ、人形劇、昔話を語るとか人形劇になってたりしましたね、あれ的な、ぐらいの落差つけないと、ここちょっと無理ありますよ。例えば影絵にするとかね、影絵的な語りにするとか、そういうことしないとね、とにかくバランスもうちょっと考えないと、出だしからとんでも映画感が出すぎだよっていうね。はい、加えてですね、そこでまあウサギがある驚愕の行動に出て、うわーってなって、でもう老行者がもう涙をこうボーダのごとく流しながらね、ってところあるんですけど、ゴシャラ様っていう、そのね、ゴシャラ様のまた絵のタッチがね、こうまたすごく細かく描いてるんだけど、涙がこう、うわーって出てる感じとかね、完全に、万賀太郎先生の作品っぽい、過剰な書き込みタッチってわかります？あの感じで泣いてる感じみたいになっちゃって、その手前の動物のその気持ち悪さと相まって、完全に、あのシークエンス、万賀太郎としか思えない感じになってて、なんかふざけてるようにしか見えなくなっちゃってるわけ。そんなこと、つもりじゃないのはわかるけど、バランスが悪すぎてふざけてる、もしくはとんでも映画みたいになっちゃってるっていうね。で、思うにですね、クレジットを出すポイントも間違ってるんですよ。こういう昔こういうわしの師匠の中でこういうことを言っていたぞよって伝える、本当にあったかどうか分かんないけど大事な話を伝えるとこなんだから、2500年前ヒマラヤって最初に出たって言うじゃないですか。運年前ヒマラヤっていう、要は現実感を与えるクレジットみたいのはその後に出すべきでしょう。このウサギたちのエピソードがあった後に2000年前ヒマラヤで、その山のところにソウたちがいてこの話をしてるっていうところに移ればまだね、
あ、抽象的な話なんだなって思うけど、2500年前ヒマラヤってクレジットがあって、さっきのクマちゃんエピソードに入ると、やっぱそのリアリティラインがもうよくわかんないことになっちゃって、もうこの時点でもうクラッカーするわけです。ただまあここはある意味いいっすよね、最高潮上がるところですよね。これ調子で2時間行ってくれるんだったら、これ最高のトリップムービーになりますよ。なるんですけどね、まあ、正直ぶっちゃけとんでも感もここが最高潮なんですよね。はい、残念ですね。まあ、とにかく、確かに原作にもあるシーンですよ。でも、とかシーンとか描写ですよ。でも、バランスを間違えるととんでもないことになるっていうね。まあ、これが一番極端な例が頭で出るっていう感じですね。でも全体にこの感、そのバランスの悪さとか、ちゃんとその置き換えるにあたって、もうちょっと考えた方がいいんじゃないですかってところばっかりなんですよね。他にもね、例えば、これ動物絡みで言うと、シッダールタがね、お釈迦様ですよ。後のお釈迦様が生まれるところで、その森の動物たちがまるで祝福しているかのように集まってくるっていう描写があるわけですよ。これ、原作漫画でさえここだけちょっとジャングル大帝風っていうか、ちょっとリアリティラインが変わっちゃってるのね。でも例えば手塚漫画ってその作品内部で結構そのリアリティラインがグラグラ動くのがダイナミズムだったりするんですよ。例えばシリアスに語ってると思ったらいきなりひょうたん次出てくるとか、それは手塚漫画の内部だとダイナミズムになるんだけど、それをそのまま今回の映画みたいに、まずね、その絵柄も完全に手塚漫画風から変えちゃって、動物なんか 100% ね、そのディズニー感とか全部排して、もうリアルに、リアルにって言うけど、違うんだよね。そのアニメのリアルっていうのは、その写真見たく描くことじゃないんだけどさ、まあそのリアルと、まあ、カッコつきのリアルな動物とかそういう絵柄ね、割とそういうシリアスめな絵柄になって、あとその手塚的なテレカシクシギャグとかも排除して、まあはっきり言ってそうせざるを得ないというところに、手塚作品の映画化の難しさがあると思うんですけどね。そういうの入れてらんない、入れると映画的じゃなくなるっていうところが難しいんだと思うけど、まあとにかく全体にシリアスなトーンに振り切ってるわけじゃないですか。で、なのに展開だけ、描写だけは原作から引っ張ってくるということをすると、その動物の場面みたく、ものすごいおかしなことになってくるわけですよ。一応シリアさんと、どうしたらなんか周りに動物がわさわさ集まってきてって、なんじゃらほいっていう、こう、どういうリアリティの話なんだってことになってくるっていうね。あとは、原作にもともとあった突っ込みどころみたいなところだけが浮き上がっちゃうってところもある。例えば、冒頭でですね、さっきのその、クマちゃんたちの話に続いて、アシタさんというね、その師匠が、偉いバラモンのね、その僧がですね、不思議な力を持った人を探しに行けなんて奈良だったというその弟子に命じる。で、まあ、それのある種こう話の、まあ、結論末的に、まあ、こう終盤にですね、まあ、そのアシタさんがですね、なんですかね、テレパシーはまだいいとして、ビシャーみたいな、どんぐらがシャーみたいなパワーをこの奈良だったに送るっていう場面があるんだけど、え、神とかでもないのにどういう能力&権利っていうさ、お前は罰されるのじゃーとか言ってさ、どの立場っていう感じせざるを得ないじゃないですか。でもまあね、なんとなく勢いで持ってかれちゃったんだけど、そういうところはきっちり残っちゃってたりするとかですね。あと何よりこう無理があるのはですね、無理が生じてるのは、まあ三部作のうちの一部にしてるんだけど、でもやっぱ多分尺というか、やっぱり全部描ききれない。これはしょうがないんだけど、ゆえに、原作での異なる時間軸の二つのストーリーを無理やり並行して語る作りにしてるわけですね。ほぼ同じ時間軸の話にしちゃってるため、例えば、もうすでに15年くらい経過してるはずなのに、全く歳を取ってないようにしか見えないキャラクターが出てきちゃって、え？なんで？え、今この場面はいつの話みたいに非常に困惑させられたいという事態が頻出するというね、はい、ことですね。あの異なる時間軸を合わせて、要はその、シッダールタ誕生の前にチャプラっていうあの奴隷から、シュードラという身分からその、成り上がっていくチャプラのエピソードが入っているということなんですけどね。それがこう合わさったために、その間に入っているタッタというキャラクターの年齢設定が全くよくわからないことになってしまったっていうね、ことですね。まあ年を取らないキャラクターっていうこともね、ちょっと超自然的なキャラクターだから、まあありかって思うけど、ちなみに原作だとガンガン大人になる人ですからね。で結構重要な役だし、このままでいいわけないと思うんですけどね。はい。でね、それもそうですし、本来直接には関係のないそのチャプラさんとシッダールダとの話っていうのをそのくっつけちゃってる。でね、まあ別にいいですよ。
それ自体はね、その今回の映画化にあたって例えばこの二人を非常に対比的に描くとかだったら意味があるとは思うんですけど、全然その気配もないんです。別にこのシッダールタのなんちゃらとチャプラがその光と影みたいなことでも別になくて、文字通り一点でだけ交差する、一瞬だけ合うみたいなことなんだけど、じゃあその一点で交差するところにそこまでの話がぐーっと集約されていくって作りになってるかというとそうでもなくて、もう本当にむしろ物語の段階から言えば、つまりそのシッタールタがまだ悟りを開くはるか手前、出家さえしてない段階のあのから言ったらもうご都合主義的としか言いようのないなんかで片付けられちゃってるわけですよ。なんだこの清らかな気持ちはとか言って何この目半分と閉じちゃってんだよと、いつのなんだよこれなんかもう花からさ、そんなシッタールタが全然そのあの悟り開く前からいずれこうなるって効果、その効果が周りに及ぼしちゃってたら何超能力者みたいなさ、これからいろいろ人間ブッダがシッタールタが悩むから手塚ブッダなんじゃねえのっていうさところをさ、なんかものすごい安易なことにしちゃっててね、ということだと思いますよ。でもね、まあそのチャプラさんの話ね、その奴隷から成り上がっていくとの話は、まあ言ってみればこう、まあ赤と黒系譜っていうかさ、あんじゃないですか、ピカレスクロマン、一種のピカレスクロマンっていうかさ、うん、あの のし上がっていく、ね、卑しい身分の人がこうのし上がってて、まあ最終的にはね判滅したりもするんだけど、赤と黒型っていうかさ、そういうピカレスクロマンとしてそれなりの推進力、話の推進力はある、まあ退屈しない程度には面白いんですけど、ただねここの展開も原作よりそのおのおののキャラクターが妙に薄っぺらになっちゃってるところが本当に残念で、例えばそのチャプラとすごく関係が深いというか重要な関係のあるブダイ将軍というですね、チャプラが取り入る、将軍がいますね、軍人がね。で、あのチャプラがそのブダイ将軍を助けるっていうくだりはかなり省略されてるんです、原作に対して。ただここの省略具合とかはまあ結構 うまいっていうかまあありだなって思ったんですけど、問題はですね、このブダイ将軍というキャラクターが、もっと人間味のある人だったはずというかなんですよ。普通にチャプラに情が移ってしまってる感じ、分かりやすく言うと手塚治虫だとすごく分かりやすく同じ構図のキャラクターがいて、火の鳥の黎明編の猿田飛行に近い感じです。はい、と凪の関係にちょっと近いっていう感じなんですね。だから一見ブダイ将軍が何かね、例えばチャプラの母親だっつって、なんかそれに悪い、なんかひどいことを命令してるように見えるんだけど、それはチャプラのためなんですよねっていうキャラクターなんですよ。だから苦渋の選択をあの強いられているっていうキャラクターなのに、今回の劇場版映画版ではなんか結局単なる悪くてずるいやつでしかないことになっちゃってて、猛烈にそのチャプラとの関係が薄っぺらになって、つまりつまんなくなっちゃっててとかですね。あとそのパンダカっていうですね、釈迦国の最終的に将軍に俺をしろっていうキャラクターいますね、シッダルタをこう鍛える人、なんか登場するたびにみたいなね悪役ですよっていうね、ああいう人たちってなんでいちいち登場するたびに薄笑いするんでしょうか、まあそれいいんだけど、パンダカさんもただの好戦的な悪役以上のなんか何でもなくなっちゃってたりとかね。はい、ちなみにそのパンダカさんがね、あのこの第1部であんなことになっちゃって、2部以降作るとしたら当然あの台場だったっていう人の話がね、これが一番面白い話なんでなってくはずなんだけど、パンダカ死んじゃっていいのかな、台場だった出せるのかなみたいなのがちょっとね、原作ファンとしてはちょっとあらっていう感じもありましたけど、はい、とかね、まあ、他のキャラクターも軽くなっちゃったりしてますよ。で、あとはですね、はい、これ出ました。皆さんが指摘されているところです。主にこれは声を当てている人の力量の問題ということなんかもなんですけど、特にやっぱシッダールタのお父さんね、スッドーダナ、王さん、王ですか。もう何考えてるのかよくわかんない人、キャラとしてもよく定まらないことになっちゃう。静かに話しているところは弱々しいし、怒鳴り出すとなんか、なんだかよくわかんないテンションの人になっちゃって、この関瀬さんですか、能の人をね、わざわざ連れてくる、なんでっていう感じですよね。本当にこの関瀬さんは多分あの心を痛めてると思うんですよね。自分素人なのにってこうおっしゃってますから、パンフレットでも、うん、なので関瀬さんの人格攻撃じゃないですよ。彼を起用した人が悪いですよ。これはひどかったです、本当に。あと吉永小百合さんね、いつ
アクオスってこう言い出すかね。もうハラハラもんっていうね、うん。だってそうなんだもん。だってそのトーンなんだもんなって、うん。はい。あの、坂井雅人さんと吉岡さんは、結構それなりのちゃんとしたクオリティだったと思いますけど、ねえ、吉永さんは吉永さんでしたね。あと、その吉永さんが声を当ててるのが、さっき言った奴隷からのし上がっていくチャプラのお母さんと、ナレーションを兼ねてる全体の。作品全体からすると、これも、おかしなバランスでしょ。チャプラのお母さんってがなんかはっていうはっていうことになって、しかもこのナレーションのセリフも例えばですね、最後のところで今までこっちにね語りかけてんのに、あのなんかシッタールだよみたいな、いきなり二人称が混じったりして、あんたどの立場みたいなことになっちゃってて、もうめちゃくちゃなんですよこの辺とかも。で、とかね、あとこのナレーションでとりあえずそのいわゆる宗教映画っぽい説明は全部このナレーションでするっていう感じですね。文字通り説教の部分はこのナレーションがやるっていう。で、そのそれもなんか原作っぽくすらないっていうところかなというふうに思ったりとかですね。そのくせですね、結構テーマに関わってるんじゃないここってとこをあっさりなんか改変したりする。例えばですね、幼いシッタールだが、友人とももなんか森というかの中で遊んでて、ある事故が起こるという場面がありますね。はい、あそこはあの結局ですね、動物も人間も等しく死ぬ、それもあっさり言っちゃえば無意味に、動物も人間も同じように死ぬんだ、じゃあ死ぬってなんだっていう、まあ、要するにそういうこう、現実のね、そういう事実を前にして知ってあるだが、ある種その死とは何だ、生きるって何だっていう哲学的な問いを始めるという、そういう意味のある場面なわけですよね。なんだけどこの映画だと単に友達が事故に遭ってワーン以上の意味がない場面になっちゃってるんですよ。動物もやめろよなんて止めちゃってところで止まっちゃってるから、あれは動物の死体と人間の死体を並んでるところを見てっていうところですからね。でその友達が死んで泣いてるのかと思いきやそうじゃないんだっていうことをシッタルダが言い出すという場面なんだ。だからこの場面自体の意味がなくなっちゃってるっていうことなんですよ。ということでことほどさようにですね、その場面の展開とか起こることみたいなことはおおむね同じに一見見えるんだけど、例えば意味が大きく薄まってたり無意味になっちゃってたり、さっきみたく、あるいは単純にうまくいってなかったりってとこがもうばっかりなんですね。あの脚本の吉田玲子さんという方ね、あの非常に優れた、それこそ細田監督のデジモンアドベンチャーね、僕らのウォーゲームの方ですから、あれなんか素晴らしい脚本ですからね、いい仕事もしてる方なんですけどね、なんでこういうことになっちゃうのか。あとはやっぱもう全体のやっぱその演出のなんともしれん、まあそのよく言ってだから、そのよく言ってですよ、よく言って泥臭い、悪く言うともうなんていうか時代錯誤なんですよね。もうね、あの特にクライマックスの終端場演出のくどさ、同じ音楽を同じような使い方で何度も何度も使う、もうげっそりしてくるっていうね。その割になんかそのこの場面が持つ意味合いみたいのはどん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 軽くなっていくみたいなね。はい、あと作画のクオリティのばらつきというか、気合の入り方のばらつきも非常に気になりましたね。ある登場人物たちが槍に刺されて崖から落ちるってとこは妙に丁寧に描かれてたりして、ただしね、この場面崖が高すぎです。場面に対して逃げろーって言われてどこに逃げんだよってね。一応こう滑り降りられる程度の崖って設定なのに、どんだけ高い崖描いてんだよって直せそこ。監督の責任だと思います、これね、完全にね。うん。まあ、この場面がですね、妙に禁止相関的な匂いがしすぎっていうのは、これは手塚テイストです。これは手塚治虫のせいです。はい。うん。で、まあ、なんか文句ばっか言ってるようですけど、あえて言えば、まあ、志の部分ですね、その描き方がすごく十分とかうまいとかは思いませんけど、まあ、この世界、この物語の根幹にあるその世界の悲惨さとか、そういうものを、まあ、子供向けだからって、まあ、オミットしないで、まあ、見せようとはしてるっていう志の部分は、まあ、買いたいっていうのはありますよ。その見せ方がうまいかとか、うまくいってるかとかは別にしてね。うまくいってるなんていうか、僕が好きだったのは、冒頭のウサギのエピソードと、まあ、こうするかのように、絵的にこうするかのように描かれてる中盤の炎の中にあるものみたいのがあって、ここは、これ原作にもないとこですし、ここだけは説明的でなく、ショックを与えてるので、ここはいいかなみたいに思いましたね。はい、ぐらいかな。はい。まあその炎の中にあるものがあってガチョーンっていう、まあそういうえぐい、まあ、現世界の悲惨さえぐさっていうことで言うと、まあこんな場面ばっかりとも言えるアシュラのにこそ期待
していいのかっていう。でちなみにこのブッダに関してはね、これあと2個あるって言うんですけど、そのさっき少し触れたダイバダッタの話とか、この先、まあ、そのダイバダッタの話が僕一番面白いと思ってるんで、ここから先が話として面白くなるところでもあるので、でもまあわざわざこのクオリティのアニメ版をあと2本も見たいかっていうと、と言わざるを得ないかな。はい、ということで、私としてはですね、申し訳ございませんね。まあその炎、中盤の炎の中にあるあるものの見せ方の演出と、まああとやっぱオープニングですね。オープニングに多分もうほぼ価値は集約されてたんじゃないですか。みんなぜひちょっとあれだけは目撃してほしい。はぁはぁということでね、今回のブッダ、手塚治虫のブッダ、赤い砂漠を美しく、オープニング約3分間ほどがおすすめです。